の音が入ってる。熱い。今週のテーマは寝不足でございます。俺の番組じゃん。もうどうですか皆さん、寝不足してますか？してます。寝不足するとさ、朝体熱くないですか？暑いです。何なんだろうね。汗だくなんだよ。なんか寝不足だと次の日汗、あ、暑いですよね、体ね。しばらく暑いね。手とかすっげえ暑いよね。何なんだろうね。いやでもね、日本中寝不足、そうでもないみたいだね、でも実際。ああ、ワールドカップですか？ワールドカップで寝不足とかなんとかって言ってるけど、あまり関係ない人は関係ないんだね。ワールドカップ見て、中国で死んだ人いるんでしょ？そう。なんで？ね、寝不足でね。あ、そう。そう。寝ないで仕事行って、番組見て、試合見て。で中国ってさ、どのぐらい離れてるの？大して変わんないんじゃないの？ああ、時差もちょっとね、時差ね。そうなんだ。いや、変わるよ。12時間だでしょ、うちらが。うん、おやそ。たぶん2、3時間ぐらいじゃない？ここったら中国。遅れてんのか？もっと深夜になって。もっとど深夜ってこと？もっと早い。10時ぐらいから始まって、第1試合が大体10時ぐらいとかそういうこと。3試合全部見たのかな？うん、ね。うん、寝不足っつんだから深夜なんだろうね、中国。ね、どうなんだろうね。ね、ニートの人でさ、昼間サッカーって言った店でさ、夜ネット忙しくて死んだっつうんだったらさ、あれだよさ。あれ、フェイスブックにね、なんか夜中ダーツやってサッカー応援して、ああ、仕事行きました。ね、仕事行きました。ね、今日夜は今度なんとかの試合ですみたいな感じ。ね、あれなんだ、寝不足自慢ないの？三沢ですか？寝てなくて辛いわ。昨日時間しか寝てないけど頑張るわみたいな。超うざいよね。うざいね。知らねえよ、好きなことやってんじゃんみたいな話じゃない。なんだ、アーツが好きなのか、サッカーが好きなのかって話じゃない。いやね、今日はワールドカップでみんな寝不足の人のためにお送りしようと思ってたんですけど、この間、第2戦、日本戦、第2戦のギリシャ戦、朝7時から、はい、いやー、ど深夜だね、俺からするとね、7時っていうのはね、あの時間が一番きつい、絶対寝る時間だよね、一番きついね、朝7時とかいうのは、もう、ほんと、まだ4時にやってくれた方が、俺、まだ見る気あるわ、7時っつってさ、7時にで起きて見てたんですけど、もう機嫌悪いわけですよ。朝の7時なんて俺にとってはね、もう死ぬほど機嫌悪いでサッカー見てたんだけど、日本代表、まあ、あの試合がそうだったって言えばそうかもしれないけど、日本代表を応援するから熱くなって結構応援するわけじゃないですか、日本人だからね。それがその時の俺の心理状態はもう非常に機嫌が悪いから、すんげえ客観的に見るわけですよ。なんだったら、その、わけのわかんねえ、どこだ、なんか中国リーグの第 3部ぐらいのサッカーの試合を見てるぐらいの、そんなレベルで見てたんですよ。さあさあ、客観的に見るとさ、日本のサッカーってつまんないよね。派手さもないしさ、スピードもないしね。もう、ギリシャの方がよっぽど熱くなってるしさ、審判には誰も文句言いに行かないしさ、前半レッドカードを取られたでしょ、あんで、あれ後半さ、審判吹かなくなったよね。あ、そうね、逆にファールが少なくなったね、あ、そう、もうさ、ほんとなんかつまんねえなと思って、やっぱり世界から見るとやっぱり日本のサッカーってフィファランキング46位合ってんのかなと思った、それを見るとやっぱりまだまだなんだなって思った、ね、46位なんだなって思った。あのアジアから3、アジアオセアニから3チーム出てんのかな、4出てんじゃないか、4、オーストラリア、日本、韓国、あとイラクだか、あ、イラクか、イラクかイランだか、どっちか出てんのか、イランね、あ、2チームでいいよね、うん、アジア枠は、あ、
ね、アジア区2チームでいいんじゃねえのかな。全部下からだもんね、数えて、うん、出てる中でランキングも。だから、あれはさ、逆に言うと中南米もしくはヨーロッパからするとさ、おかしいって話になるわけ、うんうん、ね。だから、FIFA ランキングを上げる努力を各国やればいいんだよね。そう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 。携帯ちょっと、マイクから話してもらって。そうするとね、あのね、電磁波でビリビリビリ、ギリシャなんてさ、言っちゃ悪いけどさ、飛行機代も出ないでしょ、あれ選手に。いや、お金ないんだよ。だってお金ないんだよ。お金ないんだよね。そうなんだ。だって負担してるじゃん、ギリシャ。国としてもう終わってるからね。そうだって今。そういや、そうだ。でしょ、あれさ、勝たなかったらさ、ダメなわけじゃない。ほんとね。いや必死だよねとは思ったね、そういうのって。でもギリシャの選手もさ、もう有名な選手ばっかで金は持ってるでしょ、選手自体は。選手自体はね。まあね。だから、あ、分かんねえよ、納税額が半端ねえかもしんない。90% とか、分かんねえ、国のためにやってるのかもしんないしさ。まあだから、アジアはもう1チームくらいでいいんじゃない、ワールドカップ出れるの。なんだったって思ったね。別に日本ってなくてもいいんじゃね。結果まだまだね、多分ワールドカップに出るレベルじゃないんだよきっと。だから地域ごとに FIFA ランキングのさ、上位とかの平均取ってさ、下の方の地域はね、出場チームを減らすとかやればいいんだよ。だからもう、FIFA ランキング32位までしか出られないようにしたらいいんじゃないの、4年間で。ああ、マスターズみたいな。そうそう、4年間で、あ、上位18チームは、シード、シード権か、優勝チームか。あ、前回、前回の優勝チームと16位まではシード、まあ、前回の優勝チームは16位までに入ってると思うけど、うんうん、で、あと下でやればいいんじゃないの、バチバチ。いや、なるほどね。そっちの方がさ、なんか頑張るよね。頑張るよね。で、ほら、練習は相手にもなってくれるわけでしょ、今度。ほら、ブラジルだって、ね、フェアランキング入ってる方がさ、試合したいからさ、うんうん、お前やってくれるの。あれ、もっとさ、アジア枠じゃなくさ、もっと大きく分けられないんだね。あ、だからランキングで分ければいいのか。あ、ランキングじゃダメなのか。ねえ。ランキングじゃダメだな。あれ一応、あれなんでしょ、その、例えば今回アジア勢が全部予選敗退とかになったら、多分枠狭まるんでしょ。うん、もうでも、平年だとそういう感じなんだよね。騒ぎになってるよね。そういうことで、カメルーンがアフリカ で初めて出て大活躍したときに次の枠広がったんだよね。まあでもあれ南アフリカ大会っていうところも、あやったっていうところの影響も大きいとは思うけどね。あ、うん、まあワールドカップ、まあでもね、その他はね、面白くなってきましたよ、うんうん。あのスペインもいなくなっちゃったし、イングランドもなくなっちゃったし、もうどうなんですかね、優勝はオランダかな。オランダ強いよね。オランダ強いよね。ドイツで、オランダ強いね。ドイツも強いわ。ブラジルはどう。ブラジルはネイマールが意外と不調だよね。そうね、本調子じゃない。不調だ、国家選手で泣いてる場合じゃないよね。ないね。でもさ、この間見てよ、ネイマールって22だもんね。ね、若いんだよね。22なのね。やっぱり若いんだよ。あと2回は出るよ、きっと。そうね。ああ、やっぱり見た目じゃない。すごいよね、22ってね。すごい落ち着いてね。でも、俺、今回一押しアルゼンチンはやっぱりメッシ一人でやってくれちゃうからさ、チームが調子悪くてもメッシ人に渡せば点入っちゃうから、入っちゃうから、ここが強みだよね。ただチーム自体はそんなに調子いいかなと思うかな、うん。でもね、やっぱ見てて面白い、その人が持つと湧くし、うん、なんかやってくれんじゃないかなっていうのが見てて面白いね、やっぱね、うん。で、毎日さ、デイリーワールドカップみたいな放送やってるじゃないですか、ハイライトで、ね、ハイライトやってるね。あれ何なの、あの解説の。昨日ラモス・ルイと清水なんとかと、あと誰か出てたけど、一人しかワールドカップ出てないのにさ、ラモスとかさ、選手の
なんかこのことを言うわけですよ、こう何が足んないんだから何とか。自分もワールドカップ敗退してるで、解説で北沢とかも出てたんだけどさ、北沢に関してはワールドカップ手前でクビになってるわけじゃない。なんでそれをさ、ワールドカップの選手の気持ちを言えちゃうのかな。やっぱ解説になると違うの、あれ年功序列なの、やっぱそこ年功序列なんじゃないの。カズに言われればさ、なんとなく俺がね、俺がもし誰でもいいや、俺が誰今日本代表で一番前の、日本代表で一番前の、うん、前のホンダ、ホンダがスター選手か。ホン、まあ、マイカっつったら微妙だけど、遠藤かな、ミランで。でもミラン不調ですからね。でもほ、まあ俺もさ、ね、イタリアリーグでサッカーしてないけどさ、うん、ホンダに関して言わせてもらえばさ、何も結果残してないわけじゃない。まあね、ね、まだね、ロシアリーグで頑張ったぐらいで、そうそうそう、イタリア行ったら全然ダメなわけでしょ。チェスカ、モスカ、じゃあさ、バラバラなわけじゃん。そしたらやっぱり香川か、でドイツ、香川ダメだね、香川調子悪い、香川にボール回したくないもんね、見ててあれね。でも香川のやってきたことはまあドイツリーグで、うん、そうなんだ、結果はね、出してきた、ドイツリーグ日本人がってのはすごいことだよね、うん、あと長友のインテルもすごいし、ね、長友はだからなんかね、安心してパス出せるよね、うん、見ててもね。でも失点は長友が出るのは ね、この間あれと喧嘩してましたけどね、川島でしょ、川島と言い合いしてましたけどね、うん、まあ、川島はビビったんだよね、また同じように左から右側から来られちゃうから ね、ちょっと川島としてはね、まあでももし俺が香川だったらね、まあ数に言われればなんとなくあそうですねって思うけどさ、ラモスに言われたところでさはいって話じゃない。あそうみたいな、え何俺マンチェスターですけどみたいな話でしょ。だってルーニーとかと一緒にやってるわけでしょ、あのマンチェスターでさ、マンチェスターでやってってる人間がさ、日本代表でワールドカップも行けなかったおっさんにさ、あでもね、こうでもいいね言われたってさ、はいって感じになんないのかね。ならあの人はブラジルで目出なかったから日本来てるのもない人でしょ。だってブラジル代表の代表になれなかったわけでしょ。なれなかったでしょ、うん、ね、俺をさ、なんか来たところでさ、ルーニーに言われるやつはなんとなくわかるけどさ、うん、どうなのって思っちゃうんだよね。あの人じゃ誰に向かって言ってんだろうね、解説者の人がね、国民に向かって言ってんのかね、まあ、まあ見てる人じゃない、視聴者、絆とかさ、魂が足らないとかさ、いやそんなのやってんじゃねえのだって。死ぬ気で走ってるでしょあの人だって、あんなに汗かいてるわけだよ、ね、あれだってさ10キロぐらい走るわけじゃないらしいよね、あれ走れないでしょあんなスピードで、普通の人だったらさ、よし死ぬ気でやって、あれなんのザックの采配がどうたらこうたらって言うけどさ、ザックも死ぬほど考えてるでしょ、なんならちょっとハゲちゃうぐらいでしょ。いやどうなんだろうね、ラモスがさ監督になったらさ、したらいけるのかな、どうだろう、そこは分からん、どうなのああいうのって、なんだろう ね、実績残してるので言ったらやっぱ岡ちゃんなんだよね。そうなんだ、だからもうやんないって言ってるね、でもね、岡ちゃんもやんないって言ってる ね、やっぱり岡ちゃんがあの時カズと北沢切って大あのあれとかなったけれども、あまあまあその日本代表にしたらだいぶ貢献したでしょ、うん、もうちょっとね選手と合う合わないもあるかな。でもサッカーに言ったら6割方戦術で勝敗決まるぐらいのはあると思うから、やっぱ戦術に合った選手を選ぶよね、うん、まあ第3戦が木曜日でしたっけ。木曜日ですね。何時から、あれ水曜日、何時からやるの。4時じゃない、4時、4時、4時か、4時50分5時から5時か、起きたら5時からの試合だね。5時か、またギリギリだな、起きたらもう結果が見えてるぐらい。5時か、大きいかな。見る気になれば見れるよね、うん、どうせ負ける、俺も負けるんじゃないかと思ってますよ。ただ1回ぐらいいい試合して、いい試合になっているところなんだよね。勝ち点3は取って、
あ、4なのかだから勝つと。せっかく攻撃サッカーってだから点欲しいよね。うん。攻撃サッカーって言ってるの。言ってるんですか。言ってるのよ。史上最強じゃないですか、攻撃。要はザックは攻撃的サッカーを目指して あれを使った。もう中田とか入れてないんじゃないの。やってみたらいいんじゃないの。中田解説やってたね、どっか。あ、出ましたね。やってた。ちょっと見たいな。やってたよ。中田とか、あのさ、あれも出てたんだよね、この間。解説でさ、岡野が出てたんだよ。岡野でした、 NHK だ。でしょ。何をしに来てたんだよ。解説なんかさ、いや、今の子たちがさ、今の二十歳ぐらいの子たちがサッカーを応援して、あ、この人、日本代表なんだ、すごい人なんだって思うかもしれないけど、俺ら世代からしたらさ、岡野って思うじゃん。絶対手入る気しないじゃない。足早かったですよ。足は早いけどさ。足が早い。まさに直線ドリブルだからね、彼は。ハーフラインぐらいから自分でパスし、自分で追いつくんですからね。そうなんだよね。うん、すげえなと思ったけどさ。今も髪長いんだなと思った。長いです。でもさ、やっぱさ、選手はでかいね。海外は。あ、半端ない。90近いもんね、もう今や。あれ、サイド攻撃ってどう思います？ギリシャとやってて。とことんサイド攻撃だったじゃないですか。もうその形しかないですよ、多分。あれなんか、ハーフタイムでもザッケローニ監督はサイドからセンターにもどんどん上げていけっていう指示出したって言うけど、全部ヘディングでカットされたでしょ、うん、あれでも、あれで、あれの、あれでいいの、あれの、ほら、2枚目が強いじゃないですか、日本。うん、拾ったら入る感じはしますけどね。でもさ、あれさ、サイド割っていくときのさ、見た？あの、中央で待ってる人たち。あ、足止まってんのね。そう、ディフェンスラインがまっすぐ綺麗に並んで、ボーッと歩ってんだよ。俺、ごめん、小学生の時の監督だったら、おめえら何歩ってんだって言うとこですよ、あれ。まあまあね。お前らが動いてフリー作んなきゃ意味ねえだろっていう。でも日本であれしかない。ね、あれしかないでしょ。長友か内田に上げてもらうしかない感じがするよね。っていうか、内田、左に上がって、ね、あの、中がダメでしょ。本田も入んないし、香川もダメだし、岡崎は何やってんだかわかんないし。岡崎はさ、何だっけ、滝川に中だっけ。あ、そうそうそう。でさ、フォワードで右サイドからずっとやってたわけじゃないですか。ギリシャ戦突然左にされたじゃないですか。意味わかんないよね。まあでもあの辺のクラスになれば、あれ、まあ、若干入れ替わりもあるし、うん、まあまあいけるかなとは思うけど、だからギリシャ戦の初めにえって思ったの。まあでも本当は岡崎はワントップがいいわけでしょ。ね、そうそう、もともとワントップで予選もやってたわけだからね。まあ、なんか俺らの知らないことがあるんじゃない？あんのかね。監督に岡崎には、今日なんか左だし、キレキレなんですよね。岡崎さんには面白いこと言わねえからなとかあんのかね。そう、なんかね。だほら、内田がさ、見るのっていうのはさ、テレビからの影響がすごい強いじゃない？ね、テレビがもし本田不調ってなるとさ、あ、もう本田不調なんだって思い込みも強くなっちゃうからさ、どうなんだろうね。まあでも、頑張ってんだよ、きっと。まあね、あれらも代表に選ばれたからにはね、必死なんだよ。山口、若い選手、はい、小樽ね、うん、はい、あの人も頑張ってますけどね。いや、彼はいいよね。うん、見てても面白いところでボール拾ってね、パス出してるしね。ポッと出てきたけどね、若い選手ね。でも今の連中もみんな若いからさ、まだあと2年ぐらいは代表にいるのか。まあ次監督変わればね、また違う人たちがいっぱい入ってくるから良くなるのか、ね、もうワールドカップ終わったら辞めるって言ったんでしょ、確か。あ、ほんと？ザック。ザックはもう辞めた。じゃあ、次の監督、ラモスさんにやってもらって、結果ね、面白くなりましょうよ。言っただけのことをやる、結果残してもらってね。ラモスさんにやってもらって。監督に向かれる。俺も思う。ね、俺も思う。あの、選手がついてこないと思う。ついてこないよね。監督でレッドカードもらえそうだよね。熱くなっちゃうね。だって喋ってる言葉がわからないんだもんね。ダメだよね。まあでもね、こうやってね、盛り上がるってことはね、やっぱワールドカップはすごいですよ。そうです。うん、なんだかんだね。アメリカなんかもっとすごいよね。あのスーパーボールなんかね、チケットを手に入っただけで泣くからね。本当にすごいですよ。泥棒さんが引き寄せられてた。そう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 。あれで。もう本当ね。本当に操作で。
あの泥棒さんにチケットが当たりましたそう来るんだから泥棒が見たくて受け取り所に来るの何十人も来るので一世一網だからもう、スーパーボールはもうすごい半端ないですよ。なるほど。観客あのワールドカップクラスですよね。あのスタジアムもね、スタジアムもそう10万人ぐらい入るんだっけ。近いね、7、8万人はからに入るスタジアム、ね、広いんだろうな。すごいんだよ。満席だもん。しかも寒い時期やね、あれね。寒い時期なんだけど、開催地違う、基本的に南なのよ。ああ、暖かい地域でしかやらないから大丈夫。あれもルール分かってみたら面白いのかな。超面白いよ。ルールね、そんな難しくないんだよ。しかもスーパーボールは、スーパーボールかアメフトは一人一人が運動能力が、その足が速い人は足が速いだけ。で、力がある人はもう力があるとこだけだから、もうここの能力がすごいバランスがいらないんですよ。アイシールド21だ。まさにそうで。ボール蹴る人なんて、最後のね、キックするキックか、キックだけですからね。本当。キックだけ。ロングキック。そう。一日1回か2回あるかぐらいのキックで、もう何億ぐらい稼いでるわけですか。なるほどね。それがその何？10万人が見てる中でさ、これが入れば1点差で勝つぐらいのさ、キックね。そういう場面が多々あるんだよ。あるんだよね、マジでね。あるんだよ。でもさ、キッカーもそうだけどさ、こう、裏に出されて置く人があるんですよ、その。うん、あの人も嫌だよね。嫌ですね。セットっていうね。そうそうそう。よくね、あの衝撃映像とかで言うと、あの人なんかミスっても、振り始めてるんですよ、うん、キッカーが。もう走り始めてるから、うん、ちゃんと置いてくれる前提でもうキッカーは蹴るから、うん、オスのミスって指蹴られちゃったりとか、あのボール取る時にここ折れちゃったりしても、そのまま気合入れておくんだよね。もうあれで失敗してやるとは正反扱いだよね、そういうことね。いや、なんかね、なんかこう燃えるあんのかね、相性もそのセットする。いや、それはもう相性っていうか、もう練習だよね。うん、それこいつが この網目こっち向いてた方がいいとか。そうだよ、ちゃんとやるんだよ。それはもう常日頃練習から、もうそうやって、ねうん。話できる人もいるもんね。ああ、いるいる。スパイクダメでね。うん。でもすごい精度なんだよ、それが。キッカーがまた。うれそう。半端ないんだよね。結構キッカーだけはね、南米の選手がやってたりするんだよ。やっぱサッカーが、基礎があって。キック力があるっていうところで、あとオフェンスの体でかい人たち、うん、あの人らも半端ないよね。半端ないね。ほんと首がないないね。こんなだよね。もうこっからこっからこう、あんなに鍛えなくてもいいんじゃない。みんなボブサップだもんね。ボブサップ。いやいや、ほんとあんなレベルだよ ね。みんなボブサップ、みんなボブサップ。相手を抑えなきゃいけないからさ、もうすごい戦車だよね、あれね。あれはだ、昔若乃花が一時チャレンジしたことあるね。そうだね、横綱とっちゃがったね。あの中に入ってるとね、そうちゃいっすね。ゲットスポーツかなんかでやずっとやってたよね。横綱でも全く太刀打ちできない。筋肉量はいけるって言われてたんだよね。でもやっぱり運動能力が欠けてんだよね、きっとね。瞬発力とかあれなのかな、どうなんだろうね。2部みたいなところはちょっとやってたんだよね、入ったんだよね。そうだね、だね、やってた。2部ぐらいは結構日本人何人か行ってたりとか、あと下位組織でヨーロッパで同じように NFL の下位組織があるんだけど、そっちでも結構やってる人多いんだけど、やっぱトップはいけない。 NBA と一緒で。でもさ、あんなになんで熱狂するんだろうね。やっぱ国民性なのかね。あれはね、いろいろ言われてるけど、あれ陣取りゲームなんだよね、アメフトって。あ、いや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 、その例えばワールドカップにしてもさ、野球にしてもさ、うん、日本はさ、そんなに盛り上がりっていうかさ、そうそうそう、一部のすごい人だけじゃん。サッカーが若干こう盛り上がっていくかなと思うけどさ、何なんだろうね。やっぱり違うのかな、国民性なのかな、うんうん、お祭り大好きなんですかね。そう、日本は相撲で盛り上がらないといけないね。国技ね、柔道とか。だってブラジルさ、ブラジル戦の日みんな高級なんでしょ、あれ。高級になるっていうか、高級になるっていうか、ワールドカップのブラジルの試合の日は高級になるね。だから店をみんなシャッター閉めてんだよね。
いや海外のすごいのはさ、うん、まあ、ヨーロッパもそうだけどさ、日曜日さ、サービス業の店も休むでしょ、うん、っていうか昼間閉めてってね夕方だけでね、もうすごいよね、スーパーマーケットとかも休んじゃうんだから、すごいよね、あのね、そんなに働かなくていいのかなと思うけどね。日本はあれかね、だから千秋楽は休みですよね。あ、そうだね、年6回だ、そう、年6回の千秋楽だけどね、多分ね、日曜日だよ、必ず日曜日、千秋楽みんなで見ましょう、日曜日仕事してる人にとってありがたいよね。いやいやいや、千秋楽だから休みですよ。そうだね、もうだからさ、なんかあの国で、あ、違う、国で思い出したら何、携帯電話税、ああ、税金ふざけてんね、だから言ってんじゃん、イケメン税を取ればいいんだって。イケメン税、美人税。うん、これも取んの、それも対象だって言ってたよ、タブレットも。iPod もそうなの、 iPod はなし。そしたら iPod 使ってみんな LINE 使えばいいんだ。LINE 使えばいい。もう電話しないで。でも100円で16億だっけ ?100 円で、うん、そのぐらいだって言ってたんですよね。うん、なんだっけ、一台を超えてるんでしょ、もう超えてる、超えてるのか、軽く、うん、まあね、職場でも配布してるのもあるし ね、うん、ね、だから2台ぐらいはみんな持ってきてるからね、うん、だから美人税、その美、イケメン税、あと何、高学歴税、高学歴税こう、そういうのをさ、高身長税はいらないな低身長税逆にお金もらってるもんね。あいつは、なんでそんな政治家税取る、政治家税、そう、5兆ね、1人5兆政治家税そうすると裏金あるでしょ、じゃあ1人、ね、1人5兆で政治家になったらもう20代先まで払い続ける、1人政治家が生まれたらすげえ、5兆だって政治家は、じゃあね、政治家はその何、子供たちが住みやすい生活とかさ、より良くするためにやってるわけでしょ、そしたらさ、自分の生活、自分の子供たちもその責任持ってその住みやすい生活にさ、あれリスクがないからさ、適当なことやるわけでしょ、思いつきなんとか税とかやるわけでしょ、ね、セクハラとかね、やじ飛ばすわけでしょ、そうそう、早く結婚しろってね、資産全部国に、国の所有にしてる、所有にしてるからね、ああ、いやだからそれを5代先まで、5代先まで5代先は。このぐらいの覚悟で政治やります。やります。やります。日本のためにやります。そう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 。うちの子供は飯食えなくても日本のためにやりますってなったら分かるけど。そしたらあんなやじ飛ばさないよね。なんでそんなに枯れないの？ん？なんでそんな枯れとんの？税金。何に使ってんの？中国に払ってましたね、ODA。もう意味わかんないですよね。ああ、払ってた。なんで？あれさ、総理大臣どっかのシフトとかにした方がいいんじゃねえの？節約、ね、家計もつけてるね。あいつに家がないからさ、ダメなんだって。そういう映画があるんですよ。あ、そうなの？あの大統領が脳梗塞で倒れちゃうんですよ、うん。だけど大事な時期だから副大統領に任せられないからって言って、そっくりさんを連れてくるんだけど、その人はそういう能力何もないんだけど、周りのその会計士の友達とかがこういろいろ計算し始めるで、最後は自分が倒れて、あの倒れてた大統領と入れ替わって亡くなったふりをするんですけど、そういう映画があるんですよ。ほら、あれすごいいい映画だなと思って。いやいや、やんなきゃダメだよ。タイトルも覚えてないの。今のやんな見てすげえ感動して見ちゃったの。いやね、そのぐらい大体にしてさ、何あの高速道路も今バンバン作ってるじゃん、あの、うん、東京外環っていうの、何なんていうの、あの一周するやつさ、あれね、圏央道か、圏央道か、うん、あれ作って高速道路料金上げるとかさ、使ってほしいのに上げるとかさ、もう意味わかんないよね。もうさ、あの ETC は勇気なくなったんだね。そう、意味わかんない、意味わかんないでしょ、うん、ちょっと乗っただけで1000いくら取られちゃった。そうなんですよ、なんかだったね、今まで500円ぐらいで行ったところなんだ、ガソリンも上がってるわけでしょ、ね、終わりの3割、ね、廃屋の人たち大変だね、ダメな税金ばっかで本当やんなるよ、来年は 10% 消費税、ね、本当やだ、締めって言ってるのかっていうね、いや本当そうだよ、ね、チョコレートもちっちゃくなっちゃうっていうの、もう一回さ、民
人に頑張ってもらうよ。いい人を分裂してみたいな状態だよね。なくなっちゃいますよ、もう。ね、まあ、そういえば、サッカーの話も、韓国どうなの、勝ってんの？韓国ね、この間引き分けたんだよ。ロシアと引き分け、第1、うん。で、ロシアの文句言ってるんでしょ、まだ、きっと。文句言ってた。言ってましたよ。言ってんだ。審判買収したんだろうとか言ったんじゃない、もしかしたら。国柄なんだろう。あれはさ、本当に言ってんの、うん、一部のさ、ネットユーザーだけが言ってんのを拾ってきて日本で広めてるとかじゃない？違う？どうなんだろうね。2ちゃんのこと書かれてもさ、日本人じゃないじゃん、もうその、うん、日本人全体の意見じゃないじゃない？それはちょっとね、と思うけどな。公式で言ってるとは思えないしね、買収してるなんていうね、ことをね。あ、でも買収してるって言ったんですよね、あの前回の大会買収したから。あ、前回の韓国大会を買収したっていうのは言ってます。言ったんですよね。公式に発表してるんです。おぉ。ひどい大会だったね。ひどい大会だったけどね。まあその、あれはあれか、イタリア戦がひどかったんだ、一番ね。その次がひどかったんだけどね。イタリア、スペイン、ひどかったですね。ひどかったですね。で、正規の審判呼んできたらボロ負けしたんだよね。で、寝不足の話なんですけど、みんな1日何時間寝てます？3、4時間かな。うわぁ、寝てねえなぁ。寝てないね。俺最近はね、すっげえいい方法考えた。1日、例えば平均6時間、7時間ぐらい今、睡眠時間って。7時間だったじゃない、うん、毎日7時間寝なくてもいいわけですよ。うん、1日 の、 その人間のサイクルを2日に伸ばせばね、うん、例えば月曜日にじゃあ今日は朝寝の5時、起きるの7時ってなるじゃない。そうするとさ、あの有意義に夜も使えるわけじゃないですか。もう一回ですか。例えば12時に寝る人が朝5時に寝ましたって5時間浮くわけですよ。はい、5時間浮くでしょ、うん、でも次の日は眠いんですよ、やっぱり、眠いけど頑張ってまた12時に寝て朝7時に起きてれば寝だめができないわけだから5時間浮くわけじゃないですか。毎日12時、7時、12時、7時より5時、7時、次の日12時、7時、次の日5時、7時、12時、7時の方が、それが4日間ワンサイクル、ツーサイクルすると10時間置くんですよ。うん。で、今日はそのサイクルをやってる。そうなの？で、今日はそうなの。だから12時前に寝ることも多々。多々ある。毎日2時半に寝たらいいんじゃないですか？毎日2時半に寝たら毎日眠いじゃないですか。えだって、2時半に寝たらほら、結構寝れるよ、これ。1日じゃあ、そっか、6時間とか寝る計算ね。1日、ね、1日7時間で2日で14時間寝るわけじゃないですか、うんうん、1日目に14時間寝て次の日寝なくても眠くならないわけじゃなくないですか。なくないね。7時間寝ればまあ寝たじゃん、うん、寝だめができないわけだから、うん、そうすると10時間浮くわけじゃん、それだけでさ、うんうんうん、これはどうですか、この作戦。だから毎日同じ時間に寝たい人なのみんな。これまたさ、なんだろうね、寝てらんなくなったよね。そうなの、これもあるの。何これ10時間っていうのは無理でしょ。無理、絶対目覚めるもんね。ないないない。あのね、そう、うちのさ、25歳のスタッフはね、昨日14時間寝ましたっていうの。寝れない、もうね、もう14時間も寝たら体バッキバキだよ。もうね、動かないよね。動かない、もう、ほんとに動かない。腰がまず痛くなる。大体トイレで起きるもんね。そうね、トイレで起きるもんね。手を上げてさ、20分も寝るともう腕下がんないんだよね。ダメだな、固まっちゃう。ほんとダメだよ。なんでしょこれ。なんだろうね。もうね、ほんとね、ちょっと一回それ試してみてよ。なんかでもそんなサイクルになってるかも俺。だから2日、7時間も寝れると次の日案外結構頑張れる。そう、2日サイクル。そっか、7時間寝た次の日に4日してるんだ。そういう考え。そういうことですよ。1日14時間寝なきゃ
ダメ、あ、いや、2日で14時間寝なきゃ死んじゃうっていうんだったらあれだけど、1日目に14時間寝て次の日起きてるかって言ったら起きてらんないから、うん、だったら1日目寝なくても次の日早めに寝ても一緒で、残った10時間で何すっかって、もう YouTube10 時間みたいなのもたまんないよ、もうこれ。YouTube なんすか。だってやることないんだもん。やることないじゃん、寝ればいいじゃん。寝ようよ。夜中遊んでくださいよ。ただ、こないだのね、その、日本代表が7時からだったんですよ。うん、それがバッツリ朝5時までのやつと当たったんですよ。前の日がっつり寝たんですよ、うんうん、はいはいはい、だから寝れないんですよ、だからもう本当にそういうのなんて計算しないとダメ。今日は寝なくてもいい日なんですよ。今日起きてっかなっていう時に俺寝る人全然反応なかった、ね、ああ、寝てましたっていうね。その前の日とかぐらいは多分、うん、夜中起きてたんでね。だからね、そういうのも楽しいかな。メリハリ。ただ夜中することがないから、うん、何をしたらいい。寝ちゃえばいいんじゃない。いや、寝たらだって次の日起きてらんな、あ、寝れないじゃないですか。ああ、そうだ。昼間寝たら、うん、もったいなくない昼間寝たら。どうせやること寝たったらいいやん。じゃあ、よしたら夜も寝らんなくなっちゃうじゃん、今度。え？夜も寝らんなくなっちゃうじゃん。あ、何をすればいいの？夜中起きてて俺は。英単語でやる。ちょっと夜は寝るもんね。単語帳でもやるのこれ。速攻寝るけどね。夜は寝るね。あ、こないだそう、勉強で思い出したんだよ。最近俺算数勉強してるんですよ。はいはい。あの、うちのチビ、小学6年生の算数は難しいよ。びっくりした。あのね、違う、今のかな。あのね、こないだの問題が、うん、数字ごめんなさいね、 6分の、あ、違う、12分の6メートルの重さが6分の、あ、違う、7分の4グラムの時、8分の3の時の重さは何みたいな計算なんです。なるほど。ね、これ多分うちらの場合だとさ、割り算と掛け算で答えを出したんですよ、全部揃えて。でも今の教え方だと、まず1の時の重さの式を書かないとバッテンなんですよね。そしたらさ、その問題自体がおかしいじゃん。その分数でグラム出すんじゃねえよって話になるじゃん。あれどうなの、あれ。俺分数からつまずいてたからこういう大人になったの、これ。すげえ。分数のさ、割り算はひっくり返してかける時点でおかしいと思った人と思わない人の差なんだよ、きっと。ああ、よく言うね、それね。俺もわけがわかんねえもんだ。思い出ポロポロでもそんなこと言ってたな。そう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 。分数の掛け算割り算。そうそうそう。あれおかしいよ、ね、今思ってもおかしいもん。であれがダメな人はもう算数、あ、数学に行っちゃダメな人は。だからね、あの、そのさ、表現がさ、ゆとり方式なんですね。多分。考え方はね。わかる？だから何かに例えて、その勉強を、数字の共通点を探しなさいっていうことなんだけど、教えてる先生が、その1だった時の重さをまず出しなさいっていうことを教えてるからダメなんだよ。ダメなのか、それが教え方なのか、どっちかですね。それが教え方になってる、ね、だから、よくさ、ネットでさ、あの、ピーマンの絵があってさ、パプリカって書いてあるのとさ、バツでピーマンだったら合ってんだよね。絵は白黒だからわからないんだよね。わかんないね。でも、学校では、その絵はピーマンって教えてるから、パプリカであってはダメなんだよね。うん、で、式も合ってないと、答えが合ってても罰になるらしいね。だから考え方は答えを求めようってなってんだけど、式がダメだともうダメなんだよ。途中も過程も大事。この間誰かのとこにあの魚の絵が書いてあって、でこう魚こう血がついててね、で矢印がこう口こう魚がこうやってるところにこう矢印があって、何か答えなさいって書いてある。口って書いてあるんですよ、その子は。口のところに矢印があるから口って書いてある。そしたらバッテンだった。
魚っていうのが答えだって。あれはさあ、書き方の問題でしょ。問題だね。矢印書かないで、これは何ですかだったらは魚だけど、矢印書いてあって、矢印が指すものは何ですかっていうような質問なんだよね。あれ何なんだろうね。口で当たりじゃんね。俺でもね、昔ね、そこかもしれない、理科、結構理科得意だったんですよ、小学校の時ね。で、ミジン、中学だったっけな、ミジンコかなんかの絵を描きなさいみたいな問題あるじゃない。俺その問題書いた時にね、絵が汚いって書かれたんだよ。それはさ、それ、そうしたらグレるよね。これは。ダメだね。そうでしょ。絵が汚い。それなり一生懸命描いたのにね。だって分かってるんだから俺。描ける描けるとかって書いてた。絵が汚いって書いてた。絵が汚い、面白いやん。なんか先生のあれじゃんと思うよね。美術じゃないんだからな。そう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 、絵は関係ねえだろ。特徴さえ捉えてりゃいいの。面白いな、絵が汚い。いやでもね、ほんとね、ひよこみたいな感じ。大型6年生の問題になるとね、俺レベルだともう分かんないのいっぱいあるもん、ほんとに。漢字は大丈夫だね、まだ漢字は大丈夫だけど。理科とかも分かんない。算数は辛いな、もう俺。難しくしてるのかな。算数は上がんな。もうちょっと買っちゃったもんね、あの早分かり算数辞典みたいな。こっそり読みながらだからね。辛いね。親の威厳を保たなきゃ。教科書見ても分かんないでしょ。教え方とあれが違うから、教科書でも全然分かんない。先生用のさ、あの 赤い字で書いてある教科書がないと多分もうダメ。答え書いてあるでしょ。昔は勉強親に教わんなかったけどね、別に全然教わってないよね、うん、宿題だってさ、そんな自分でやったよね、そんなになかったよね、しかも今すごいあるもんね、莫大な量だよ、ね、今親と一緒にやれって言うんでしょ、学校が親が問題を作んなきゃいけない、問題作るの、親が問題を作って子供にやらせる。へえ、先生何やってんの。先生は絵が汚いって書いてる。そうなの？どうなんだろうね。ね、親に教育、先生任せにしないようにってことなんでしょ。そうそうそう。言ってみれば。そうきっと。だからできないところをやりましょうみたいなね。十何年になっちゃった。そんなもんできない親いっぱいそうだね。いやだって親だってさ、その例えばさ、まあ今やね、女の人だって正社員で働いて。でさ、うん、帰ってきてさ、ご飯作って洗濯してとかさ、うん、あるわけだからさ、しかも部活も送り迎えだから、ああそうだね、でしょ、そんなできないよ、本当に。親がいない子もいるわけです。いるいっぱいいるよね。例えばおじいちゃんおばあちゃんと暮らしてるとかさ、どうするんですか。そういうことかね、自分で作ってるか、まあ、やるしかないか、先生がやってくれるかどっちかだよね。じゃあもうやめたわけじゃんね、先生も大変な話もね。じゃあ問題し、ドリルでね、ドリルやれとかね。あれはどうなの、勉強はさ、やっぱした方がいいの、画面から勉強はした方がいいじゃないですか。した方がいい。いや、大人になって今仕事をしてて勉強しとけばよかったなと思うよ。多分それはそれそこそこの職場にいるからなんですよ。例えばね、高校もこの辺で一番の高校行きました。だけど大学は一応マーチね。マーチに入れなくてその下ぐらいで、もう中堅の会社だったらどうなの。それよりもコミュニティかな、人間関係を学んで、頭使いを勉強しとけばよかったなって。あまあ確かに職種にはやると思うけど、うん、まあね、もうただ勉強っていうか頭の使い方ですよね。でもさ、使うことができる、その俺勉強に関してはね、なんで子供とよくさ映画とかであるじゃない、なんで勉強しなきゃいけないのっていう、勉強はしなきゃいけない理由は俺はただ一つだと思ってて、まあその人の頑張り具合を見る値がそれしかないんですよ、うん、高校に入る、就職するにしても、うん、勉強でしか見ることができないわけじゃないですか。
勉強をで、その子は頑張ってきたんだなっていうのが分かる唯一の物差しが勉強、うんうんうん、だからやっといた方がいいんじゃねえかなとは思うわけよ、何かにつけて勉強をね、うん、ただで人類今何億、69億人ぐらいいんの、70億人ぐらいいんの、まあもういいんかな、うん、そんなに、まあ日本だって1億もう何人、1500万かな、1億2500万、うん、さあ、日本減ってんの、日本減ってんだよ、減ってんのか、減ってんだよ、減り始めたの、それも知らないんだ、ダメだからね、うん、さあ、そんなに人間いたらさ、本当に学校嫌いなやつ一人ぐらいいてもおかしくないよね、いや、いるでしょう、合わないって、合わない、勉強ができる、できないじゃなくて、もう学校が合わない、うん、そういう人じゃどうしたらいいのかな、なんとかしていくしかないじゃないですか、なんとかしていくしかない、だからもう自給自足の生活始めるとかね、ああ、でも、でも今の若い人はそうなんでしょ、今食べれる分だけ稼ぎがあればよくて、上を目指してないって言ってたから、ああ、欲がないよね、そう、全く欲がない、さ、なんか自給自足でもいいと思うんですよ、うん、あの家族でヤギ飼って、まあそうね、別にさ、誰にも文句ないしさ、いいと思うんだけどさ、一般的に言うと変なんだよね、そういう人って変な家族なんだよね、でもさ、増えてんだよね、あ、ほんとそういう、あの、まあ、ね、農業じゃないけど、ね、そう、ナスでも、そういう生活をしてる人がいるんだよね、まあ、多分もともとがそういうね、裕福な仕事をした後のリタイア組なんだろうけど、そう、あの、学校に行かせない子供もアメリカなんかはさ、そう、いるってね、自分、親が教えて、それで提出するとここからここでの学年のあれは OK ですよね、うん、向こうは本ね単位制っていう感じだからさ、そうそうね、だから飛び級があるわけだよね、そう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 、できちゃえばもう OK っていう、日本も飛び級制にしたらいいんじゃないかな、いいよ ね、うん、だから高橋さら大学だったけどね、高梨さらか、うん、受かったけど、あれ受かった、いや受かったんじゃなくてこう来てくれって言われた、ああそうか、来てくれ、大学側から飛び級でいいからうち入ってくれって言われたんで、一応形上あれ受験受けたんだよね、受けたのかな、受けたっていうのよね、試験受けて合格してるんだよね、でも断った、普通に高校生、いやまああっけどね、あんまないよね、飛び級の話行っちゃえばいいよね、合コンとかやればいいよね、若いのにまあね、勉強はねしといた方がいいですよ、あれ、ね、勉強っていうかね、漢字と漢字だよ、一番恥かくのは漢字が書けないのが、俺なんなの字汚ねえんだろ俺そっち、それ習字どうなんだろう、なんでそんな字が汚ねえんだろう、書く練習したらいいね、うん、書きたくないんだよね、だから綺麗になんないんだよだから例えばこういう蚊の蚊、じゃあ、うん、だって小学校の時から鎌田さんの方がうまいわけじゃん、俺より字が。俺うまかったかな。いや、俺よりはうまいよ。あ、それさ、ね、持って生まれた才能なんじゃない、汚いっていうのは。俺ね、習字の教室、みんなと違うとこ行ってたんですよ。うん、でそこは鉛筆の授業もあったんですよ。だから、そこに行って取れば字上手になった。ああ、それいいかもしれない。鉛筆の使い方の、だから鉛筆も自分で削らされたしね。おすごい。だからさ、じゃあね、その悪い方もさ、才能じゃね？そうそうそう。それは一種のさ。もうだってね、それを鉛筆から筆に持ち替えたら、すごいね、芸術的な字になるかもしれないですよ。だって俺、習字2段だよ、俺。2段？うん。すごい。俺、順2段。順2段。届いてないっていうかね。順って感じ。あれ？じゃあ、おかしいな。習字じゃないんだよ。だからその鉛筆の感覚で筆を持ってみる。あ、こう持たないで。鉛筆持つと震えんだよね。持ちたくないんだよね、鉛筆を。でも注文ちゃんとできるわけでしょ。注文ちゃんと送ってもちゃんと来るんでしょ。あ、来る。じゃあ大丈夫、読めるんだ。読めんのは読める。大丈夫じゃ。ただ笑われてるかもしれない、ね。なんだよこれって。ピーマンって書いてあるかって。あ、でもそうかもしれない。俺チョコレートで書くの結構自信あるもん。ああ、うん。だから練習だね。そうだ、練習だ。練習し、うん、
もう毎日練習するから。そうそうそう。来年、今年の来年か、年賀状はあの直筆で出すからね。ね。直筆で。そろそろそれでいいかなと。写真とかいいかなと。もう全部筆で。なんかさ、俺の年賀状知ってる？宛名は毎年必ず俺筆ペンで書いてる。宛名だけは。ゆくんの年賀状見たもんねえよ、俺。嘘つけ。うちも来たことねえよ。それは毎年。ちょっと言ったら、俺あんまり人の年賀状見まねえよ。今さ、写真だけなんだよね。写真とさ、ちょこちょこって書いてあるだけ。メッセージがないやつが多くて。そうそうそう、だからあんまりなんだけどさ、ね。あれだから、ちょうど年賀状の頃にプリンターって売れるらしいね、やっぱね。あ、やっぱね。ね。で、壊れんだね、あの頃にちょうどみんなね。印刷してたら壊れた。あ、たまにしか使わない感じ、ね、でしょ。俺みたいにね、年中使ってたらね。多分大丈夫だね。いやー、元取るぐらい使ってるからね。しかし、HMC33 の2人終わりも残すところあと1回だ。そうだね。番組は何だっけ？今月終わるの。番組は土曜どうでしょうか。土曜どうでしょうか。あれ土曜ですね。あれ曜日変えんだっけ。あ、土曜ですか。土曜です。土曜です。あやまさん連絡来ねえから多分見れないんだよね。そういうことだよね。そういうことだよね。そうだね。俺は欠かさずあやまさんの番組見てんだよ。ああ、そういうことだよね。地味に嫌味言っておくとさ。だからさ、あの土曜ですでしょうよ。土曜です。あの長水曜どうでしょうのパクリだな。土曜だ。もうね、水曜どうでしょうのパクってくよ、もう。分かった。いいじゃない。あの、大食い勝負とかやるからね。俺らもやりますよ。そういうこともやってんの。旅だけじゃないな。いや、やってんの。国取り物語。スタジオでできることとかやってんの。国取り物語とかね、甘いもの。スタジオでやってるよ。わざわざ駐車場でやってるんですよ。1時間バーベキューとかやるよ。そう。俺のあの、何、あの、ご飯作りからやるよ。見てて面白いのっていう。すごいまずいの作るからね。なんでって。なんかさ、カブトガニ食えるらしいんだよ。そうそうそう、卵を食べるんだって。いや、なんか身も食えるらしいんだよ。あ、そうなんだ。うん、なんか道臭そうだ、ね。うん、食ってみてくない。でも食ってみたよね、一回。まずいものもさ、そう、食ってみてだよね。誰かが言った感想はさ、その人が食べた感想じゃないですか。そう、カブトガニとかさ、食べないと分かんない。いやあの店分かるだよって言われても自分行ってないんだから。池作り作るよ。池作り、カブトガニよ。絶対臭そう。カリ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 してる。カイ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 してやだ。ピラ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 って動いてるんでしょ、まだ。カブトガニ工場知ってます？カブトガニの血液からなんか取れるんですよね、薬品が。凝固剤つくんですよ、あれ。そうで、コーラとかのさ、あのこうグーッと回ってさ、水ピシーって入れて、コーラ入れて蓋閉める工場あるでしょ。あれの甲羅の場所にカブトガニがいっぱい入ってるんですよ、ここに。で、ギュ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 ッと回ってピシッって血抜かれて、ピシッってまたビーッとぐるぐる回って、すごいプス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 なんて、カブトガニ工場があるんですよ。すごい、ね。すげえ。それで、どこだったっけなぁ、セブ島かなぁ、どこだっけなぁ、どっかで、なんとかっていう料理があって、サラダ、サラダ、カニ、あ、エビを使った、こんなでかい伊勢エビ取れるんですよ。こんなでかい。それの作り方が、それをサラダみたいなのをこう持ってきて、そんなカニでっかいカニね、あ、エビの腹をサクって刺すんですよ。うん、で、生きたままピシッてやったら血がダーッて出るんですよ。うんうん、で、そのサラダを混ぜると、さっきの凝固剤で固まるんですよ、そんなが。それを食うんですよ。エビを食べるわけじゃないみたいな。エビも入った気がするけど、そのでかいエビはだから血取るだけ。お子さんが取れる。でもなんか臭いよね。臭いかな。臭いものとか。血は。でも透明だったか白だったか。体液みたいな感じ。多分。赤い血は出ないでしょ。出ないね。エビはね。白血球なんだよ。あ、違うな。血球ではないのか。血球がないの。じゃあ、グラチン。血小板。血を止める。なんでもいいや。凝固成分がなんかでもすごいんですよ。そうなんだ。カブトガニとね。そうなんだ。いや、でもね、あのね、いろんなもの、世界中にはいろんなものあるじゃないですか。昨日もなんか蛇食うやつやってたけど、ね、蛇は食べれそうで。無理でしょ。皮とか剥げる？剥げるでしょ。
鶏肉ささみみたいってよく言うよね。ダチョウクラブがいるって言いました。鮎の中にさ、でもカエルは、ね、あの鱗がついてるやつとかさ、いやでも取るでしょあれ皮ごと。いやそんな鱗頭の部分とかさ、あ、頭の部分はね飾りだから。絶対無理俺。もうヘビだけは、あーってくちゃげたじゃん。ヘビだけはもう絶対無理。なんでみんなそんなヘビ苦手なの？無理。ヘビに関しては本当に無理。何なのヘビで？わかんない。俺本当にダメ。うちのスタッフもね、ヘビって言ってヘビの想像しただけで、あの、そう、俺もそれ鳥肌立つのって、うん。俺だって3日に1回ぐらいヘビの夢見てるからね。すごいね。ドア開けるとヘビがいる。お、なんか呪われてんじゃないの？どこのドア？でも日本で一番ヘビの YouTube は見てる。ああ、誰よりもね。うん。ヘビの種類もすごく苦労してる。だから夢見に。だからだね。そうだね。ヘビに関してはもうごめんなさい。というわけで、来週はヘビについて、はい、最終回ヘビですか？最終回どうしようかな。HMC サーティー来週は思い出について話しますか？そうですか。振り返りますか？来週はこの5年間の、ね、おーシリーズ でシーズン4まで来ましたからね。で次週からその後から土曜土曜です。土曜です。覚えろよ、まとめて。土曜ですよ、2人で出ますからね。え頑張ってください。2人いないと、ばっかり。2人いないとダメだから。スカッちゃんと。スカッちゃんとやりますから。スカッちゃんと。ブログとか始めてください。ブログ。はい。というわけで、あの、来週お楽しみに。はじめまして、こんばんは。